というか、思い人なるご夫婦は一体どういうこと？それは知らないけど、悪魔とか宇宙人って変なこと考えるね、木下くんも。吹き込んだのはお兄ちゃんでしょ。信じたの？んなこと。そしてだから私には自分の方がふさわしいって。はっきり言って困る。私にはそんな気全然ないのに。やっぱり断った？ええ。はっきりとね。けれどどうしても分かってくれなくて。だから困るの。一体どうしたら分かってもらえるのか。うん。木下くんの前でゴリラの真似をしてみるとか。それくらい困ってるってこと。ちょっと想像つかないからね。効果満点かも。え？私は京介くん、人の感情はジグソーパズルみたいにはいかないよ。言った方がいいみたいね。そうすれば全てがすっきりするだろうから。木下くんも私の悪魔が誰なのか分かれば。誰なの？エマちゃんの好きな人って。ちょっと京介くん。大丈夫？怪我してない？膝ちょっとすりむいたかも。うちに帰ったら消毒しといた方がいいよ。舐めれば平気なくらいだから。
くんはどうしても認めたくないんだね、エマちゃんの気持ち。やっぱり私にはどうしようもできないことかな。千尋、私はもう嫌なんだよ、エマちゃん。エマちゃんさえそれでよければ、私はもう嘘っ子の世界だとしても。聞くだけ野暮天ってやつか。それじゃエマちゃんはエマちゃんで頑張って。残っているものが最後の一つになるまで。そうね、あと少しだから。じゃあ私は帰るよ。バイバイ。なんでもない。大丈夫。ところでお兄ちゃん、ちょっとぼんやりしていたでしょ。何を考えていたか多分わかる気がする。やっぱり私のことは考えてくれないんだ。思うのは自分のことばっかりで。千尋に知られたくないと思ったのもそういうこと。私はいいけどね。お兄ちゃんは自分の都合ばっかり気にしている。私も同じだけどね。そうしたいっていう気持ちが私にはあるから。私に許してほしいんだったら言葉だけじゃダメだよ。わかるでしょ。
昔の友久の連絡網を探して電話しました。それで、そう、国見くんに確認してもらいたいことがあって。さっき黒猫見つけたんです。それで、ひどい怪我してて。それで千尋さんに連絡しようと思ったんですけど、番号が分からなくて。それで家です。すぐに商店街に戻ります。そこに病院があるんです。千尋さんの番号知ってたら国見くんからかけてください。それじゃあ。ちょっと、どうしたの？え？けど、それで今探してるところなんだよね。京介くん、なんか用があったの？ん？商店街。え？私も行くわ。怪我って一体何がどうなったの？
のくらいの傷かも。心配ね、あんなに小さな体だし。あ、京介。そんなにスピード出したら転んじゃうよ。私も行くよ。走っていくから。どこに向かっているの？だったら大丈夫。私はお姉ちゃんだからね。あ、京介くん。一体何なのさ、急に。サンデーがどうかした？え？怪我？葵さん、服。あ、これは猫の血が。血？あの、猫は中で、もう手術が始まってるんです。